業務目的ではなくて。よかったら、そっち行けばよかったね。こっちがいいって言うから、あ、そうかと思って、こっちに下げる。同じピース。さあ、横浜リーネベーサーズ、たった一つの頂きをつかみ取り、26年ぶり悲願の日本一を達成しました。それではチームを代表して三浦監督から皆様へメッセージを頂上。三浦監督、お願いいたします。班長、皆さん、今シーズン最後の最後まで熱いご声援ありがとうございました。ありがとう。皆さんと一緒に試合が戦えて、もう日本シリーズで優勝できて最高に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてワールドカップ戦からもご声援をいただきましょう。
でも逆に夢にもかかってないよね。そうだよ。